見た。うお、はい、こんな感じです。ゆっくりふわーっといっちゃいますね。では、買いに来たんです。うわっ、うわっ、なんで。はい、どういう感じかと思って。はい、ちょっと待っていいですか。テイスティング、さっきと同じようにですか。なんで、すごいことするからな。プラスなんかありますからね。あ、まあ、プラスした方がいいです。点結なし。点結とかなし。わかりました、わかりました。点結なんです、ね。うちは、アイキャゲっていうのは、いろんなアイキャゲがありまして、例えば、じゃあ、同じように持ってもらえますか。もう思いっきり持ってください。いや、持ってないです。もっと握ってください。握ってます。もっと思いっきり握ってください。で、そこいっぱい握るとこう動けなくなるじゃないですか。で、これを一つ目は流すんです。上がります。さあ、こうやって流す。これが一つ目ですね。二つ目は、じゃあ思いっきり握ってください。いや、もっと思いっきり握ってください。二つ目はこうやってます。もうこれは、一旦中にこう攻め入ってからこうやったり。3つ目はでも古子さん、これ痛くないからいいですよね。痛くない。もう教科書できますわ、これ。うわ、下に一旦こう沈めてから上に。で、有名なところだと差し上げと言いまして、掴んでます。戻す、掴んでます。戻す、掴んでます。で、相手のフルコンサの方に刺してからあげるんですよ。おー、すごい。反射ですね、反射コースですね。すごい。あともう一つは、で、まあ、一番最後の、まあ、最後しますけども、まあ、今紹介した中に、まだまだたくさんあるんですけども、掴んでもらって、で、手の中に円を描きながら中に入る。うわ、そうすると円っていうのは、あの、全ての辺に対して変化があるので相手の方は申し上げます。これをいいですか。まだやるんですね。今は1人でしたけども、指でも変わらない。見てください。もっと見てください。もう死ぬほどさっきの役に入ってます。これであります。少しでも重心が上がれば上がる。指でもこうかけます。うわ、これも同じです。上げてます。うわ、すごい。そう、あの、崩れるっていうのがうちの IT アイデアっていう。私も絶対来たから。あ、もちろんもちろん。すごいっすね。すごいっすね。一番最初にやったのは、中盤を流してからの合図。二つ目は、一旦相手に差し込む、飛んでからの合図。で、手の中で円を、もうちょっと差し合い、出してから。で、あとは、鶴川先生の、やっぱり、じゃあ、千田さん、軽く押してもらえますか。はい。こうなったのを、散らします。この状態で、千田川先生の中心を取りながら、この小さくするす。すごい上がった。もういつもこれ感動しますよ、これ。これ。はい。こんな感じです。でも力の波が感じますね、エネルギーが。でも小さくすると。いいですか。あ、もちろん。もちろんです。少しやってみましょう。もっといってください。で、これを押し出してから、おー、おー、はい、すごい。で、それを、少し上げていきます。はい。といったら、この状態で少し刺してから、刺してから引いて、おー、上げて、おー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 、面白い。はい。なんかもう見えますね、時間が。見えます、見えます。そうすると、あの、行きやすい。指、はい、のやついいですか、僕。あ、いいですよ。でも、流行んないですね。シュート。もっといい。もっといいですよ。はい。じゃあ行きます。指で。はい。これもやっぱ
少し重心を上げてます。触ってください。じゃあ触らなくていい。触ってください。その方がいい。だって持ってないですよね。持ってないで触ってます。こっちも持ってます。外れないですよね。はい。いや外れないです。すごいな。これでもできないですか。できない。どう考えてもできない。解説を見たいですね。どう考えてもできないって。すごいな。はい。お前ライン繋がってるよ。ゆう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 。本当です。本当です。痛い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 構えたり、こう構えたり、こう構えたり、まあいろいろあると思うんですけど、態度でこのトンテを持ち上げてくるんですね。で、態度でそれを目的しているわけではないんですけども、この上げてくる動きってやつなんですね。そうなんです。これがこのトンテを立てる意味の一つなんですね。剣に持ちてくる。で、肘に響かせて肩に持ってくる。おー、すごい。パターン。であれば、で、態度ってこの軸の移動を一番練習する武道で、もうあんまり本手そうやって、態度感はフューチャー、しないんですね。あんまりこう注目しないんですけども、本手と前足をしっかり合わせる。で、この時に、ここが近づいちゃったり、はい、離れちゃったりちょっと使えないので、この位置が変わらないように持っていく。おー、いいですよ。これでも、マイキー。はい。本当、マイキー。本当、マイキー。できること、ここも同じです。はい。ここが、これがこうなっちゃうと全然かかんなくなっちゃうので、この位置から上げていく。同じです。おー、このまま、こういう感じ。山野先生、身体操作はうちともめっちゃ似てます。あ、そうですね。うちは等速で行くので、相手もこういうこう持たれたら、一瞬動くすよ、うん、おお。肩まで今入ったじゃないですか。で、これを首周りでやるから。どんどん痛くなってくる。だんだん痛くなってくる。あとは、こう、熱くいい。今のが持たれて、肘に決めて、肩に結びくような感じですけど、逆にこう、自分が近づいてきちゃってる場合は、こう、引いてくる動きで、立てながら引いてきて、このまま、空いたところでこっちも、このまま決めてくるような感じです。めちゃめちゃ、そうですね。そうですね。合気で崩してっていうのですもんね。外れたら当てにが入る。はい、で、合気道の方向の動きと、態度のこう、この、すごい似てるんですよ。そうなんですよ。なので、なんでこんなことしてるんだろうなって、最初に態度習ったときは、ここの、フルコンからキック態度になってたので、いや、その動きはね、なんだって思ったんですけども、なんかいろいろ、こう、いろんな状況から計算されたら、あ、これも、あ、意味があったんだ、って。共通してる。そうなんですね。我々全然ないよ。でも、あ、じゃあ、ベコさんの相手が。見たやん、さっき、ボケ言うて。でも、なんか、中村先生、相手から小手返しやってましたね、今。あ、そうですね。相手から小手返しから。小手返し、小手返し、小手返し。これでこっちで2点決めてるんで2点取りです。これはあれですよ、はい、こっちの いわゆる手鏡式の。うわー、これあーそれでどうすればいいか。あとはさっきのこのこちらに上げていく形と足の、まあ、私中段構えっていうのがあって、はい、中段構えがこんな風に構えるんですけど、右右の軸を作る、右の軸を作る、で、それの押し位置がいろいろありまして、これが、こっちに来てくるので、で、ここで左と右が揃っているので、このまま持ってくると、スポレーより、こっちで、あ、まあ、まあ、ちょ、態度ではこんなことしないんですけど、なんか、こういう動きと応用できるなみたいな感じで。めちゃめちゃ受け付かなかった。態度はアンテナブルド。態度はもうめちゃくちゃアンテナブルド。態度の身体操作が自然と相手の動きになってますね。そうですね。態度は、こう、なんていうんですかね、いろんなところに応用できていくのが、僕はすごい面白いと思って、なんかトレーニングとかに関しても、すごい便利だな。今の中野先生の日だって、シューパー選手の耳を書いてますから、ね、そうですよ、三半規管圧迫されたら、バランス崩れるんですよ。そうなんですか。もうやめてくれよ、分かっとんねん、それは。
いやでもどうですか、闇ありましたか、あれは。闇深くて、そうですか。いや、まあこれってあれなんですか、その練習したらできる、ね、あ、誰もできます。あ、なるほど。それをまあそれこそ愛機と呼ぶのか、はい、まあ、崩しと呼ぶのかっていう身体操作だと思ってます。でも本気でグーッてやったっすけど、マジで、なんていうんでしょうね、こかされたっすよね。全然、こういう技は思いっきり持ってきてくれた方が変わりやすい。そうなんですね。力のベクトルが変わるので、弱い力だったら弱く変えてるけど、強い力には使う。ああ、なるほど、なるほど。だから当て身を入れて、わざと反射を起こさせて、もうちょっと刺したりとか、天気するみたいなとか。天気あぐらいに。そうなの。あの、で33、4のちょっと相手そうですね、よかったっす。態度の動きいいっすね、濃いですね、バーンっていきたいっすね。僕はもう 手先でいろいろやってるのはもう全然できないんですけど、もう体の部分でやるっていうのは得意と思います。そうなんで僕らも一切ないのでダブルクリーションそれが怖いですよ。しかも耐久力もすごいし、そして先生たちのチャンネルでも登録しておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。